アレッサンドロ・ガンベリーに、アレッサンドロ・ガンベリーに、アレッサンドロ・ガンベリーニ、1981年8月27日隊は、イタリアイメリアイコール、ロマーニア州ボローニャ出身のイタリア代表、AC ・キエーボ・ベローナ所属のサッカー選手。ポジションはディフェンダー。主に、センターバックとして、ボローニャの下部組織で成長した。この頃は、怪我人が出るなどの非常時には、 サイドバックとしてもプレーしている。フランチェスコ・グイドリン監督の下、2000年1月9日のラジオ戦で19歳でセリエ A にデビュー。しかし、1から3で敗れプロ公式初試合は黒星スタートとなった。その後は若手ながらも2002年までの2シーズン半をセリエ A の舞台で34試合に出場、U-21 のイタリア代表にはコンスタントに招集されていた。 若手ながらトップリーグに出場することが叶ったが、センターバックは経験が必要とされるポジションであるため、夏にはクラブはさらなる出場機会を与えるために当時、セリエ B に所属するエラス・エローナへレンタル移籍させる。ベローナではアルベルト・マレザーニに指導を受け、怪我によって長期離脱するシーズン後半戦以外はスタメンで出場を重ね、20試合に出場した。 2003年に、ボローニャに、カルロ・マッツォーネ監督が就任すると、ガンベリーには再びボローニャに呼び戻される。2003から04シーズンは控え選手ながらも、セリエ A で経験を積むチャンスがあり、このシーズンのインテル戦では、快速のオバフェミ・マルティンスを抑え込んだ。シーズン後の夏には UEFAU-21、欧州選手権に、イタリア代表メンバーとして出場し、 優勝している。2004から05シーズンには23歳ながらレギュラーを務めた。しかし、チームは振るわず18位でシーズンを終え、パルマ FC とのプレーオフにも敗れセリエ B に降格。レンタルから復帰した2シーズンで計44試合に出場している。ボローニャが降格したことを受けクラブは主力選手を手放すことになり、移籍を決意した。2005年、 当時パンタレオ・コルビーノやチェーザル・プランデッリ監督を招聘し、若手中心のチーム作りを目指していたフィオレンティーナに移籍金300万ユーロで移籍。クラブはルカトーニやセバスティアン・フレイラ即戦力のベテランを獲得する。一方で、同時期にフィオレンティーナへ移籍したリッカルド・モントリーボやマヌエル・パスクアルラと共に未来の投資とされた。そのため移籍初年度は、 ダリオダイネッリの控えとして、ベンチで過ごすことが多く、19試合出場に止まった。2005から06シーズンは、少ない出場機会であったが、若手ながらも落ち着いたプレーをしていたことで徐々に、プランデッリ監督の信頼を得ている。シーズン後には2006年 FIFA ワールドカップドイツ大会、直前のイタリア代表合宿に、サプライズ招集され、最終選考メンバーには、漏れることになったが、 ガンベリーニのポテンシャルが認められた形となった。2006から07シーズンの前半戦は、イネ期ペアクロルドルップに次ぐ、第3の CB として過ごしいた。しかし、2006年12月17日に行われた、タイ AC ミラン戦において、クロルドルップが致命的なミスを犯しレギュラーを外されると、その後はレギュラーに昇格。安定感のあるプレーを披露。 チームのシーズン最小失点に貢献した。2007年3月4日に行われたトリノ戦において自身のセリエ A 初得点を記録するばかりかドッピエッタに得点を達成した。シーズン終了後にはドナドーニ監督にそれらの活躍が認められイタリア代表に再小集される。2007から08シーズンは不動のレギュラーとしてチームは カンピオの後で4位となり UEFA チャンピオンズリーグ、出場権獲得に貢献。UEFA カップでは準決勝に進み国際、経験を積んだ。シーズン後は、出場機会はなかったものの、大会直前の練習中に負傷離脱したファビを、カンナバーロに代わり追加集され、UEFA ウロ2008のイタリア代表メンバーとなった。2008から09シーズンにはクラブでも、 主軸として一人立ちし、GK のセバスティアン・フレイと並ぶディフェンスリーダーへと成長した。チームも好調を維持し、2年連続のリーグ4位となり、UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得した。2009年9月30日のチャンピオンズリーグのリバプール FC 戦では、プレミアリーグ屈指のフォワードでありスペイン代表のエースでもあるフェルナンド・トーレスのマーカーとして抑え込み、 チームの勝利に貢献した。2011年7月17日に、モントリーボの後釜として、キャプテンに任命された。2012年7月16日、チームメイトのバロンベラミと共に、SSC ナポリに3年契約で移籍。ミゲル・アンヘルブリトスの負傷もあって、3バックの左 CB で出場することが多く、25試合に出場した。バルテル・マッツァリが、 インテルに移りラファエル・ベニテスが新監督に就くと彼のバレンシア CF 時代の教え子であるラウール・アルビオルが加入したため2013年8月22日ジェノア CFC にレンタル移籍10代の頃からセリエ A の舞台で活躍し若い頃からベテランのような経験を持ち合わせていた2005年にフィオレンティーナに移籍後は UEFA チャンピオンズリーグやイタリア代表の 試合に出場し、同クラブの守備の中心的な選手として活躍した。2011年7月から、フィオレンティーナのキャプテンを務める。20、0、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。